はいどうも、パラピと申します。今回は平板上に発達する境界層についてのお話をします。以前円柱回り流れの動画をアップして、円柱の上下から渦が交互に放出される様子を再現したシミュレーションをお見せしました。で、交互に放出される渦をカルマン渦というっていう話も確かしたかな。で、その時一緒に、円柱の表面の境界層の流れがうまく再現できてなさそうだ、で境界層ってシミュレーションするの難しいんだよっていう話もしたかと思います。であれからですね、境界層とか乱流について勉強したり、オープンフォームを使っていろいろとシミュレーションしたりしてました。いや、乱流のシミュレーションはめちゃくちゃ難しいですね。今回はシミュレーションの結果を一つ紹介して、境界層を交えながらお話ししたいなと思ってます。じゃあ計算内容の説明です。まずどんな流れ場かっていうと、今お見せしている通りこんな形状ですね。この今黄色い枠で囲った面が平板、固体の板で、で真ん中にこう、わかります？ちっちゃなキューブの形状の障害物、これも固体です。これを置いてみました。でこのキューブは一辺の長さが5ミリで、結構小さめですねに設定してます。で手前の赤枠、今表示しているこの赤枠から秒速 2.5 メートルで流体を流入させて、キューブ周りの流れが、平板上の流れがどうなるのかを見てみます。手前と奥の面で、そして上の面、これでいいかな。平板の手前の面は全部流体が全部自由に出ていける境界、出口境界としてます。じゃあまずは、このキューブの真ん中を通る面における流速の分布を、見てみましょう。どうぞ。正直私これをボケっと眺めてるだけでも全然楽しめるんですけど、それじゃ意味ないんで説明していきますね。流れの速い遅いを、色のグラデーションで表してます。明るいところほど速くて、黒いところは速度が0と、しています。真ん中あたりにキューブがありますけど、そのキューブの、背後で流れが大きく乱されて、で乱れはそのまま後ろに流れていく様子が見て取れますね。でこの中で境界層ってどこなのかっていうと、一つはこの平板の前縁からキューブまでの間に赤くて薄い層が見えますよね。これが境界層ですね。平板表面で黒色だから、黒分かりにくいですけど黒色になってて、速度が0で、平板から離れるにつれて急激に黄色に変化していっています。こうやって見るとキューブの高さが5ミリってことを考えると、境界層ってすんごい薄いんだなっていうのが実感できますよね。流れ場のほとんどは黄色なんで、秒速 2.5 メートルで流れてて、で平板表面のごく近くだけ速度が変化する領域になってるっていうことですね。あと言えることとしては、この境界層形が全然時間変化しないですよね。おそらく層流の境界層になってるんじゃないのかなと思います。流体の教科書を見たことがある方は、平板前縁から発達する境界層の模式図とか見たことあると思いますけど、まんまあれと同じですよね。次に注目してもらいたいのはキューブの下流側の境界層ですね。さっきと違ってこちらは境界層の形状がもやもや動いてて、時間的に変化してますね。しかも
この辺は境界層がかなり薄くなってるかなというふうに思います。でこの状況を見るとこの辺りは乱流境界層になってると思われます。乱流になると境界層の形状は総流の時見たく安定しなくなってぐにゃぐにゃと形が変わるようになります。境界層と外部の境目部分、速度が、ほぼその外部の流れと同じになるところを、境界部分と呼ぶんですけど、その部分が外部の整った流れに、ちょっと飛び出たり、あと逆に境界層内部に深く侵入したりするようになります。形が変形しているってことですね。ちなみにこの形が変形している瞬間的に乱れている部分はスーパーレイヤーっていう風に呼ばれるみたいです。で、今総流の境界層と乱流の境界層があるんですけど、一般には総流から乱流に遷移する原因っていうのはケースバイケースです。今回の場合だとキューブの交流で境界層が乱流に遷移しているのは明らかにキューブのせいですよね。キューブの後ろ側で、流れのレイノルズ数がよっぽど低くない限り、確か、40ぐらいだったかな、40よりも大きければ物体のその背後交流部分っていうのは乱流状態になります。でそこで発生した乱れが下流に流されて、下流の境界層も乱流化するっていうメカニズムですね。で今説明したのはキューブの真ん中を通る面における、流速分布でした。次にそこから少しずらした位置、キューブよりも少し奥でのさっきと平行な面の流速分布を見てみます。ここでも当然境界層は発達するんですけど、さっきとはまた違った様子が見られます。前縁からキューブの位置ぐらいまでは境界層は綺麗な状態を保ってる、総流境界層っぽいんですけど、キューブを過ぎたあたりからちょっと、だんだん流れが乱れ始めて、でさらに下流に行くともう完全に乱流になってる感じがありますよね。でこれは一応ですね、総流の境界層に、何らかの原因で上乱が加わって、でその上乱が遷移して成長して乱流に遷移していくっていうプロセスを定性的には捉えることができているのかなと思ってます。上流から順番に総流境界層、遷移境界層で乱流境界層っていう感じですかね。ただですね、この面上においてちょっと考えてみてほしいんですけど、さっきのキューブを通る面と違って流れの途中にキューブがない、つまり流れが障害物に当たって乱れが発生するっていうメカニズムが説明できないんですよね。にもかかわらず乱流に遷移していると、それが何でなのかっていうのは次のムービー、また違うところのムービーを見たら分かってきます。今度はですね、平板とさっきまでとは違って平板と平行な面における流速分布を見ていきます。どうぞ。もうお分かりだと思うんですけど、キューブから発生した乱れは横幅を広げながら流れていってますね。なのでキューブを通ってない面の境界層を見てみたときに、横からその面に入り込んできた乱れによって境界層が乱流に遷移してしまったっていうことが、これから確認できます。このように、乱れには、普通キューブがもし置いてあったら、キューブの真後ろだけ乱れるっていう風に想像することもできるかなと思うんですけど、乱れは拡散する性質があります。そしてこういう、障害物からがあってそこを起点に乱れが発生して幅を広げながら形成される乱流領域は、くさびの形してるんでくさび乱流とかって呼ばれるみたいですね。これで、
なんでキューブ以外のところの境界層も乱れているのかっていうのが分かりました。ところでですね、さっきから乱れ乱れって言ってますけど、乱れって具体的に何のことなのかっていうと、速度の変動成分です。でこの流れの場合、この平板の流れで言えば、X の方向に秒速 2.5 メートルで、一律で流入させて流体を流しているので、その 2.5 メートルで X 方向に進む以外の、流れっていうのは乱れだっていうことになるかなと思います。キューブに流体が当たると当然流れは向きを変えざるを得ないので、進行方向を曲げますよね。まあ、それが乱れですね。で一旦ですね、その流れの中で乱れが生まれると、その乱れが、小さくなって減衰していって、まあ、やがて消えてしまって層流がキープされるのか、それとも今回のケースのようにどんどん増幅して幅を広げて発達していって乱流になるのかの運命、まあ、運命っていうのかなを、そのどっちかの、まあ、運命をたどります。層流か乱流かの境目は、レイノルズ数の、限界値で決まるみたいで、その限界値がいくらなのかっていうのは、あの流れ場の種類によりますね。よく聞くのは、円管内の流れであればレイノルズ数が2300より小さければ乱れが発生してもそれは消えていって層流になるし、2300よりも大きければ、まあ、乱流になるっていうのはありますよね。ただそれもですね、まあ、はっきりと絶対2300より小さいか大きいかだけで、まあ、決まるものではないのかなって個人的には思ってて、例えば、まあ、昔の研究者がやった実験で、まあ、地下室を作って、地下室で、外部からの振動がないようなところに水槽を置いて、十分長い時間その水槽を放置して、水中の乱れが消滅した状態で、円管内の流れを実験したら、レイノルズ数が 24,000 でも層流だったっていう結果もあるらしいですね。だから2300を超えると必ず乱流になるというわけではないようですね。ということで、すごいシンプルな形状なんですけど、乱流状態だと実は複雑なことが中で起きているんですよね。もう勘弁してくれっていう感じですよね。はい、ということで、今回のシミュレーションの紹介は終わりです。この平板上の流れを含めて、まだまだやってみたい解析シミュレーションは頭の中にもあるんで、またネタ作って動画にします。今回はここまでです。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。